アランの名による前奏曲とフーガはフランスの作曲家モーリス・デュリフレが1940年に作曲したオルガン曲である。作品番号7、デュラン社より出版。オルガニストとしての名優であり、第二次世界大戦では各して戦死した作曲家ジャン・アランを追悼する目的で書かれた。そのためこの作品にはアランの名を音名変換することによって得られる。 音列が全面的に用いられている。この音名変換は、ラベルのハイドンの名によるメヌエットと同様に、アルファベットを並べてその列にある音程を読み取ることによって得られるが、ラベルらの曲画というテーブルに基づいているのに対し、このデュルフレの曲画というテーブルを採用しており、これによってアラン・ワードフ、すなわちラレララファと読み替えられる。また、前奏曲の終盤には、 ジャン・アランの代表作、リトニの戦律がそのまま引用されて現れる。演奏時間は約11分。ありがとうございます。